やはりこの選手からは目が離せません。この大会では最多得点も記録しています。今日もゴールシーンを見せてくれるんじゃないでしょうか。ついにこの時がやってきました。 J リーグ YBC ルヴァンカップ決勝の模様を、実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしてお送りしていきます。間もなくキックオフとなるこのファイナル、鹿島アントラーズがセレッソ大阪を相手にします。ルヴァンカップといえば日本三大タイトルの一つですから、ここまで勝ち残ってきて目の前で相手がカップを掲げる姿は見たくないですよね。お互いに優勝するに十分な実力を備えたクラブですから、勝負の行方は全く読めません。戦いを制するのはどちらのクラブか、じっくりと見ていきましょう。打ちに行く、クロスバーだ。ここでフィニッシュか。プレーは続いています。ナイスキーパー、ゴールを割らせません。今のは惜しかったですね。シュートが枠で跳ね返ったせいで同点のままです。鹿島の攻撃です。さあ来た、キーパーが弾いたボールがポストに当たります。まだ危機を脱していません。危ない場面でしたが危険を回避しました。早くもゴールかと思いましたが、キーパーシュートが来るか。ゴールが決まった。決勝で見事な先制点を奪いました。やりましたね。これはチーム全体に勢いをつけますよ。いやー、こういうシーンを見たかったんです。相手を抜いてからのこの冷静なフィニッシュです。ボールを渡してしまいました。スペースを見る、ゴー、続けざまにゴールを決めました。これで2点差です。チームが追加点を挙げ、選手たちも嬉しさを爆発させています。見事なゴールでした。まだまだ試合は動くそうです。ここで相手ボール、さあゴールを狙いに行く。まだ安心はできません。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎ切りました。フリーになった、止める、止めます、ゴール。こぼれたボールを押し込みました。キーパーのミスを見逃しません。これは明らかにキーパーがボールの処理を誤ったことで招いた失点でしょう。危険な位置にボールをこぼしてしまいました。こういうミスは繰り返さないようにしたいですね。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。カードを承知の上でのファールにも見えました。レフェリーがイエローカードを提示。いやー、一点もののチャンスでしたから、ファールで止めるしかありませんでしたね。素晴らしいフリーキックでしたが、惜しくも枠に行きません。入ってもおかしくなかったですね。キーパーはほっとしたと思います。危険な位置でプレスを受ける、狙えそうだ。これで今日3発目ですよ。絶好調ですね。
自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。タックルを受けています。さあどう来るのか。ゴール、鹿島アントラーズ決めました。結構な距離を独走してからのフィニッシュ、スペースを与えすぎるとこうなるんですね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ここはドリブルで前に出ます。相手からチェックされています。行くしかない。決まった、ゴールです。この失点はやっちゃいましたね。あそこでボールを持ちすぎたことがそもそもの原因でしょう。相手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。このボールは重要です。かました、さあどうする。入った、入った、ゴール。ディフェンス側がスペースを与えすぎですね。こんな距離を走られる前に潰しておくべきでした。鈴木優真、ここでなんとかボールに寄せてきました。これはチャンス。ゴールを伺う。あっとキーパーが止めた。ファインセーブです。あとは打つだけ。豪快なシュートでしたが、ボールはわずかにクロスバーを越えていきます。ボールポゼッションが相手に移ります。ディフェンスがうまく対応。鈴木優真、最高のボールが出た。これは綺麗なゴールです。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。相手ボールになります。鈴木優真、チャンス来た、来た、おー、決まりました。映像が来ました。このワンツーで崩してチャンスを作り出します。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。手に渡ります。ディフェンスが甘かったですね。キーパーはボールを見送りました。枠には飛ばないと判断したようですね。あっとタッチが乱れました。またもミスとなります。鈴木優真、
パスをつないできましたが、ここで奪われました。ドリブルで進みます。素晴らしいスキルで抜いてきます。キーパーとの1対1という場面もスーパーセーブに阻まれました。いやー、キーパーはよく反応しましたね。チームを救うファインプレーでした。仕掛けてくるのか。キーパーが飛びついてセーブしました。ボールはエリアへ。いいところに通っ、ゴール！鹿島アントラーズ決めました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。ここで相手ボール。さあ自ら持ち込んでいく。チャンスになりそうでしたがポゼッションは相手側に変わっています。今のところポゼッションは鹿島アントラーズが上回っています。狙い通りのサッカーを展開できているようですね。このパフォーマンスを維持できるならさらにチャンスを生み出せるんじゃないでしょうか。まずいですよ。いいパスだ。入った。ゴール。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。スライディングに行く。さあどうする。うまくボールを奪った。ジャンプで華麗にかわします。さあ一気に仕掛けるか。仕掛けられません。ボールは相手に渡りました。いいボールが出ました。止める。止めます。惜しいシーンでしたがラインを割ってゴールキックになります。相手が高い位置からプレスをかけてきます。ビッグチャンスです。ゴール。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。諦めずに得点を狙ってほしいですね。試合はゴールキックから再開となります。では別の角度からご覧ください。ゴール右へのシュートです。ボックス内から狙いましたね。さあどうだ。鈴木優真、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。再びボールロストです。入ってきたぞ。ゴール。ゴール。
見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ボールを失います。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。このピンチをタックルで防ぎました。タッチラインを割りました。スローインです。ここで相手ボール。前に運んでいます。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。いい位置で奪った。素晴らしいスルーパス。うまく抜け出します。チャンス。あとはキーパーだけという状況でしたがスーパーセーブでゴールを守りました。1対1を止められるとは思いませんでした。最高のファインセーブです。相手が触ったボールはスローインになります。前に進んでいます。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。このボールは外に出てスローインでの再開となります。スローインが与えられます。高い位置でカットしました。ディフェンダーをうまくかわした。キーパー見事に止めた。あの距離からのシュートによく反応しました。ボールを入れました。これを止めた。キーパー相手のゴールを許しません。コーナーからエリア内へ。ゴール前に通った。強烈なシュートでしたが枠を捉えきれません。近距離なので威力のあるシュートより精度のあるシュートの方が良かったんじゃないでしょうか。ここで前半終了。なんとも驚きの前半戦でした。このボールは重要です。かわした。さあどうする。前半は一方的な試合展開でしたが後半のキックオフです。さあどう来るのか。おっとナイスセーブ。キーパーのファインプレーです。またもコーナーキックです。ボールが中央へ向かう。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。危ない場面でしたが危険を回避しました。タックルでボールを奪いましたがタッチラインを割ってスローインです。ボールポゼッションを守れません。裏へのいいボールです。裏へのパスが通った。ゴールです。ゴールゴール。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ボールは相手に渡りました。抜け出しました。
ッチできません。ボールはこぼれた。チャンスを生かしたい。ナイスブロックで危機を出します。主審オフサイドでプレーを止めます。ファールかどうか難しいシーンでしたが、サポーターは明らかに不満そうですね。ルーズボールになった。ここはゴールキーパーの好判断。カウンターのチャンス、ここは決めたい。何をしてくるのか。いいタックルだ。ボールをキープしました。素晴らしいスルーパス。これはチャンス。決まった。ゴール。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。前に運んでいます。なかなかいい攻撃でしたがディフェンスに処理されました。カウンターを仕掛けるチャンスです。シュートのチャンスだ。素早く攻めに切り替えゴールを決めました。相手が攻め込んできたのを見計らったカウンターが見事でしたね。素晴らしいプレーでした。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。ボールポゼッションは相手に渡ります。ドリブルで運びます。ビッグチャンスです。止めました。キーパーがゴールを死守します。目の前で放たれたシュートをよく防ぎましたね。スーパーセーブです。一旦クリアしましたね。キーパーが構えた手にシュートが飛び込みました。このまま行きたい。ゴール。カシマントラーズ決めました。自陣のゴールに近い位置ですからボールを捉えてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。ボールをドリブルで運んでいます。絶好のチャンス。来た。ゴールです。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。大量リードの試合となっています。ここから狙うのか。スペースがある。決まった。ゴールです。プレーを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。
ここで相手ボール。サイドに空いたスペースを見逃しません。奪った、チャンス。プレーは途切れていません。旗が上がってますね。危ない場面でしたがオフサイドの判定です。ドリブルでボールを前へ。ここは打てるか。ゴール隅にきっちり決めてきました。プレーを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ボールポゼッションを失います。空いているスペースが見えたか。よく止めましたがここはプレーを切りたい。ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。選手交代を考えているようですね。ここは焦らずプレーしたい。この位置でインターセプトします。決まった、カシマントラーズのゴールです。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。この展開を誰が予想したでしょうか。イエローカードが出そうです。2枚目となってしまうのか。イエローは2枚目、退場です。これは痛いですね。監督も心中穏やかではないでしょう。ディフェンシブな選手を投入します。これはどういう意図となるのでしょうか。そうですね、どこに投入されるかということもありますけど少し予想外ですね。直接狙うんでしょうか。かなり距離がありますが。かなりの距離がありましたが直接ゴールを狙ったようです。ハングリーなのはいいですが他のオプションもあることを忘れないでほしいですね。相手のマークがついていますね。この位置でカットした。しっかり見えています。うまく抜け出します。チャンス。キーパーがセーブ。守護神の名にふさわしいパフォーマンスです。これは見事なセーブでした。結局キーパーがボールを確保しています。普通ならゴールが決まっていました。このセーブはチームを勇気づけます。おっとインターセプトしました。カウンターのチャンス。仕留められるか。いい形のカウンターでしたがここでボールを失いました。いいスペースにボールを出しました。いいパスだ。飛びついて止めました。キーパーのナイス。コーナーキックを蹴った。コーナーキックはニア側の相手がカット。これはキーパーのボールです。今のシーンも含めて積極的な攻撃がかなりハマっているようですね。入った。この選手はこれで2点目。勢いが止まりません。チーム全体の連動したプレスが相手のミスを誘いボールを奪ったところから攻撃が始まりましたね。これは見事なゴールでした。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ディフェンスの前に出た。これは狙えます。ピンチをしのぎました。スーパーセーブです。あの至近距離で反応するとは大したものです。これはキーパーを褒めましょう。
中に入れた。ディフェンスがクリアしました。ドリブルで相手ゴールに迫り、人数が多い有利を生かした攻撃でしたが、ここはしっかりと決めました。これはいい攻めでしたね。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。進藤亮介、タックルが決まりました。ボールを取り返します。これはチャンス。打つか。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。キーパー、これはどうしようもありません。落ち着いて味方へのパスを選択しましたね。ああいう場面を作らせてはいけません。さあどうだ。ここはよくスペースが見えていました。スルーパスを狙います。これは見事なゴールでした。人数のアドバンテージを生かしましたね。退場者を出すとどうしても守備が足りなくなりますからね。リプレイを見てみましょう。ショートパスを細かくつないで相手を崩しましたね。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ドリブルで侵入していきます。チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。仕掛けてくるのか。ここはシュートチャンス。ゴール！鹿島アントラーズ決めました。リプレーが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。キム・ミンテ、さあどう来るのか。まだボールは生きています。今度は決めました。キーパーは一度はセーブしたものの、さすがにこれは止められません。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。これはどうなりますか。ここしかない。おお、ゴール下隅に入りました。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。
大量リードの試合となっています。ここはドリブルで前に出ます。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。このパスは読んでいました。シュートだ、入ってゴール、ハットトリック達成です。この失点はやっちゃいましたね。あそこでボールを持ちすぎたことがそもそもの原因でしょう。相手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。ボールを失いました。1対1のチャンス、守りきれるか。まだプレーは続いています。ゴールが決まったかと思いましたが、結局キーパーが抑えました。最初のセーブが素晴らしかったですね。鈴木優真、いいボールが出ました。ここはクリアされました。行かせません。タックルで止めました。あとは打つだけ。セットプレーからのシュートはわずかにゴールを捉えきれませんでした。さあどうする。鈴木優真、パスをつなぐことで、素晴らしいパス入りました。ゴール、映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。長かった戦いも終わり、優勝チームが決定しました。選手たちの喜びがこちらにも伝わってきますね。さあ、勝利した選手たちがピッチに特設された表彰エリアに集います。待ちに待ったトロフィーを掲げる時がやってきました。このトロフィーを頭上に掲げることができるのはわずか1チーム。ほんの一握りの選手たちが勝ち取った権利です。この特別な時間を存分に味わってほしいですね。勝利チームを見に来たサポーターたちもこれは嬉しいですね。もちろんですよ。ああ、選手たちがスタンドに駆け寄ります。応援もしてくれたサポーターと優勝の喜びを分かち合います。素晴らしい光景ですね。ええ、優勝できたのもサポーターの声援あってのことですから、みんなが一丸となって勝ち取ったタイトルですね。そして記念撮影です。大勢のカメラマンを前に王者たちがトロフィーを囲みます。どの選手も本当にいい表情ですね。ここはよくスペースが見えていました。スルーパスを狙います。これは見事なゴールでした。人数のアドバンテージを生かしましたね、はい、仕掛けてくるのか。
鹿島アントラーズ決めました。さあどう来るのか、まだボールは生きています。今度は決めました。キーパーは一度はセーブしたものの、さすがにこれは止められません。ここしかない。おお、ゴール下隅に入りました。シュートだ、入ってゴール、ハットトリック達成です。鈴木優真、パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロール、入りました、ゴール。